LGBTQ に関する相談窓口は、1月に施行された県の多様性尊重条例などを踏まえて開設されました。対象となるのは、県内に在住・在学または在勤していて、性的指向などについて悩んでいる本人に加え、その親族や知人も相談可能で、カウンセラーをはじめ LGBTQ 相談の実務経験者が対応するということです。 また相談方法は電話とメールが選択でき電話の場合は毎月第2土曜日の午後1時から4時と第4火曜日の午後7時から10時の月2回受け付けていて初回は今月10日となっています。一方、メールはすでに先月29日から受け付けていて電話の実施日に回答を返すということです。 熊谷知事は、先月の会見で、偏見や誤解で様々な不安や悩みを抱えている人がいる。こうした人が千葉県で生きづらさを感じず、暮らしやすい環境を整えていきたいと話していました。相談窓口の電話番号は0120-311-556で、メールでの相談はご覧のアドレスで受け付けています。